フィラントトキシン類は、大土すがりもどきの毒液の成分である。フィラントトキシン類は、ポリアミン系毒素であり、これらは、カリバチやクモの毒液から単離される毒素の一群であり、直ちにしかし化逆的に獲物を麻痺させる。デルタフィラントトキシンは、毒素から生成できる、最も活性のあるフィラントトキシンである。PHTX-433 は、 ニコチン性アセチルコリン受容体及び、イオンチャネル型グルタミン酸受容体を含む、興奮性神経伝達物質イオンチャネルを遮断する、ことによって機能する。フィラントトキシン類和の IC51 は、アナログや、受容体サブユニットの構成によって変動があるものの、イナゴの脚筋に自然に発現しているイグラーアンパー。 受容体に対する PHTX-433 の i c 5値は1 8 μ m ラットのナキアーズに対する i c 5値は1 μ m で、ある。フィラントトキシン類は、アンパ、カイニン酸、および無駄型4チャンネル型グルタミン酸受容体を、化逆的に阻害する。フィラントトキシン類は、素水性の方向属頭部と浸水性の、ポリアミンビブを有し、これが、 イオンチャネル内に結合することによって、イグラースの阻害を可能としている。阻害は、外部のアロステリックなポリアミン結合分への結合を介しても起こるかもしれない。イグラースのサブユニット構成は、フィラントトキシン類の有効性に強い影響を与える。例えば、グラーにサブユニットを書く、アンパ受容体は PH、PHTX-433 に対して、 高い感受性を示すが、グラーにサブユニットを含む受容体は、ほぼ完全に、非感受性である。加えて、PHTX-433 は、オープン型コンフォメーションをとっている、イオンチャネルを非競合的に遮断することによって、脊椎動物と昆虫の鳴きアーズを、主に阻害する。フィラントトキシン類は、様々な有効性及びサブユニット選択性を、 有する非常に多様な合成アナログを作るために、編集可能な4つの異なる部位を持つ。4から3から3は、ビブにおける窒素原子を隔てるメチレンの数を記述する。PHTX-433 は1988年にエルディフラウラによって構造決定、合成された。PHTX-433 は、 強力な受容体サブタイプ選択性を持たないため、医薬品候補として様々なアナログが合成されてきた。フィラントトキシン類は変更可能な4つの異なる領域を有する。ポリアミンサ中の窒素の数が合成アナログ間でも最も一般的な際である。最も一般的に合成、研究されたアナログは PHTX-343 であり、これは PHTX-433 と似た性質を有する低ナノモーラー及びピコモーラーの範囲の IC50 値を持つアナログが同定され研究されてきた精密な受容体サブタイプ選択性の可能性と組み合わせるとフィラントトキシン類はナキアーズ及びイングラースに対する極めて強力で選択的な阻害剤として使用できるだろう クルタミン酸は、人の脳における主要な興奮性神経、伝達物質であり、転換といった神経学的障害やハンチントン病といった神経変性疾患の介在に結びつけられてきた。したがって、抗転換薬、筋弛管薬、拒血の障害及びもしかすると神経変性から保護するための薬剤としてのイグラー、アンタゴニストの治療法開発に、 大きな関心が寄せられている。加えて、ナキアーズは、昆虫における主要な興奮性神経、伝達物質依存性イオンチャネルであるため、フィラントトキシン類は、殺虫剤としても開発できるかもしれない。ありがとうございます。